の捧げ物をしていきましょう。賛否は神様への捧げ物です。私たちができる神様へのプレゼントです。それを喜んで今日も歌っていきたいと思います。イエス様はここにおられます。それはあなたがここにいるからここにおられるんです。イエス様がここにいることをみんなで祝いましょう。イエス様がここにいることをみんなで喜びましょう。私たちのお父さんが私たちを作ってくれた方が今日ここにいます。そんな方に心からの賛美を捧げていきましょう。Thank you.